日産はホームページ上でスカイラインのハイブリッドモデルの注文受付を終了したと公表しました。HP 上でオーダー終了を公表。日産はホームページ上でスカイラインのハイブリッドモデルの注文受付を終了したと公表した。現在、日産のホームページ上には、ハイブリッド車につきましては、 注文台数が予定販売数量に達したため、オーダーを終了いたしましたと記載されている。スカイラインは日産で最も長い歴史を持ち、日産を代表するスポーツセダン1957年に富士精密工業、後のプリンス自動車工業の主力乗用車として生産および販売が開始された。その後、 プリンス自動車工業と日産自動車が合併した1966年以降も、スカイラインは日産が引き継ぎ、現在、V37 型は13世代目のモデルとなる。現行の V37 型スカイラインは、2013年11月に日本向けモデルが公式発表、2014年2月より販売が開始された。 当初は Y51 型風ガハイブリッドなどと共通のハイブリッドシステムを搭載したパワートレインが設定された。2014年6月よりターボモデル 200GT-T 化が加わり、2017年2月及び2019年7月発売は9月から2マイナーチェンジ。2度目のマイナーチェンジでターボ車、 ハイブリッド車統一のグレード体系となった。今回のハイブリッドモデルのオーダー終了により、今後は V6 ターボモデルおよび 400R の販売が継続される。